オルロです。あの主な作品の紹介をしていきたいと思います。まず一番に、目につくのはやはりこの、理事長の作品ですかね。で、近寄って見ていただければわかるんですが、理事長の絵はですね、ほとんど筆は使いません。で、なぜ筆を使わないかというと、やはり面を大きく取ろうとすると、やはりナイフを使ったりとかですね、それと色彩をうまく使えないために絵の具を混ぜない。で、こういう白いところというのはチューブから出したそのままとか、そういう仕事ですね。で、彼のいいところというのはモデルを必ず自分で探してくる。で、モデルにプロポーズしてモデルをお願いするっていう。まあ、絵の良さや芸術家の面白さがあるんですね。で、ここに赤い麻を描いた絵見てもらうと、風景っていうのは佐代くんの音だけど、佐代くんは筆をバーンと描いてるけど、この作家は足元のずっと風景が向こうになだらかに行って、水、川があって、道があって、山があって、麻の中だけがある、ずっと奥に行くはずなんだけど、空と中だけの頂上がこっちにぐわーっと来ますね。そしてよく見ると、足元を見ると野原があって、川があってて、山の方が前に来て、野原の方が一番近景が一番引っ込んだようになった絵なんですよ。で、最小的にここに緑の中に赤い屋根があって、とってもこうなだらか、和やかな、なんとなくこうカラスになって飛んでいったら、向こうの方にずっとこう平野が、奥行きがありますね。この絵は平面的なものを強調した絵で、あの絵は壁のような絵を描いてるんですね。だから表現、色はあんなに赤くもないけど、日の山、麻を自分でイメージして、東京の人ですが、もう思いっきり赤く描いて、空を思いっきり強くして、上を起こしてきて絵を作っている。だからこの人は自然に向こうになだらかに丘を越え、そして野を越えて向こうに消えていく。そういうこっちの方が皆さん多分見やすいし好きになられるかなと思うんですが、展覧会では左の赤の方が勝つんですよ。なぜかというと、展覧会中もみんなこう見られて戦いなんですね、僕たちも展覧会。それでやっぱりこっちがね強いから、展覧会の審査員がこっちに行くときにあるのしまうのかな、圧倒されるから。でも非常に見れるとこれもいいね、非常にいいな。だからどっちを自分が好きでどっちを描くかっていうのは自分のその思想、信条がある。だから見られる方もどっちでもいいですから、自分の好きなものを見てね、使いをいつもあって分かろうでも見る必要ないですよ。もう分かる分だけ自分が感じるものを見とってもらいたい。ですね、これはベニヤで一気にこう、なんていうかな、絵の具を伸ばして描いてあるところもあったりとかですね、それから筆のタッチとかは結構、力強く入ってるんですけど、割と短期間で描かれるというふうにちょっと聞いてます。はい、で、その絵にこう勢いを、音楽を、ジャズを感じるように勢いを封じ込めたというようなのが一つの特徴かなと思います。はいはい、この辺のこう、なんかこう白が、あったりしますね、この弦が。こういうのも筆で描いているんですか、もしくは何か方法があるんですか。これはですね、一気に直線を引くというのはなかなか難しいですよね。どういうふうにされているかというと、ここにちょっとヒントがあるんですけど、マスキングテープといって、あると思います。あれをこう多分こう両方貼って、で黒を、これは白を書いてあるのかな、書いてありますかね、いやところがありますね、はい、黒を塗って、そしてその両側からマスキングを貼って、そして白を抜き塗って、マスキングをパッとこう剥がすっていう風にして、この直線を表現されているのかなと思うんですね。で、ここにちょっとマスキングがちらっと残ってるんですよ。で、この2人は佐賀県出身で
この方がですね、旧来で、向こうは浜玉で、からと。で、92で東京からわざわざテープカットと、それから年野菜も飲んで、二次会まで付き合われまして。92歳。92歳。で、ね、一番歌わせ感じたね。踊って。元気ですよ。だからわざわざ私も80になりましたけど、まだ我々は100です。これだから92で今年書き直されたってことでしょ。今年書いて新作です。新作やっ、はい、毎年このくらい、今までは130書かれてましたよ。あの大きいの。90過ぎたけん80にしようか。秋田さんも80近いのですよ。はい。でこれ絵描くときってやるの。サイズっていうのは見つかんない。どのぐらい大きく描くかっていうのに。いや、これですね、私たち130が一番マックスで、うん、それ以下を105とか85とか描く、うん、それはもう自分の考えで。だいたい最初にイメージするわけですか。はい。